こんにちは、ベジタです。先日、台北に行ってきました。やっぱ食事が、以前にも増して美味しく、洗練されております。今回ですね、ご案内するのはその台北の3泊4日のプランで宮崎発着チャイナエアラインを利用しております。ホテルがデザイン西門ホテルといいまして、台北駅に近くて、どっちかちょっと、ロンシャンス龍山寺ですねの方に、南の方にちょっと下ったところにあるんですけども、若者の町の中にあります。ここの近くにですね、天水楼というですね、小籠包とか、シューマイ餃子、この辺の美味しいちょっと高級な、レストランがありまして、そこ本当におすすめです。美味しいです。チャーハンも美味しいです。で、その他ですね、夜市とか、行かれると、そういうこういうかき氷とかですね、ふわふわですよ、かき氷。マンゴーもたくさん乗ってて、しかも安いということで、かき氷絶対これが、季節特に食べられたらですね、もう感動するぐらい美味しいと思います。3泊4日の宮崎発着、3泊4日の、台北フリープランがですね、4万2000円からということで、かなりお安くなっております。ぜひご検討ください。